聴者の皆様、こんにちは。今日はね、ある試験の結果発表となっております。ということで、まずこちらをご覧ください。どうぞ。今日はですね、青山学院大学に来ております。青山学院大学のね、編入試験を受けに来ました。緊張しますね。っていうのは嘘で、行政書士試験ね、受けに来ております。頑張りたいと思います。はい。ということで、行政書士試験を、去年の11月かなに受けてきたんですけど、その結果発表ということになります。で、発表の前にちょっとね、その試験って何なのかっていうのをね、その内容をね、ちょっとだけお話ししたいなと思うんですけど、いわゆる、試業のうちの一つなんですけど、弁護士とか会計士とか、司法書士とかいっぱいこうある中で、その中のうちの一つなんですけど、もちろんね、弁護士とかが一番やっぱり、難易度とか、高いとは思うんですけど、その中のうちの一つというような感じですね。難易度からするともちろん弁護士とかよりは全然下にはなるんですけど、一応国家資格というようなね、形になっております。取ろうかなって思った理由っていうのが、前の職場の人にこういう資格があるっていうのを、教えてもらったっていうのがまず一つなんですけど、で、魅力を感じたのが、独占業務ができるっていう部分ですね。その資格持ってる人じゃないとできませんよ、みたいなね。ところにね、ちょっと魅力感じて、はい。受けようかなと思った次第です。で、今回2回目なんですね、2回目。で、初めて受けた時は一応勉強はしてたんですけども、ほんと頭ごなしに勉強してた感じなんで、全くね、問題がわからない。勉強した内容と試験の問題がすごいかけ離れちゃって、もう去年は本当話にならないくらいでしたね。今回は、2回目なんですけど、それも踏まえて、もっと内容をね、理解するっていうのを心がけて、受けはしたんですけど、問題の内容が顧客、技術、一般知識とかね、そういった問題にはなるんですけど、本当読み解かないとね、解けない。解けないというか、わからないっていう、結構難しい問題にはなってましたね。はい。で、こうやって、はがきで、届くんですけど、はい、見ていきたいと思います。緊張するね。では、見ていきたいと思います。悲しくて涙っていう気持ちですわ。はい。はい。で、気を取り直して。で、一応これね、何点でしたよっていうのもね、一緒にこうやって来るんですけど、300点満点中、180点で合格なんですね。で、なおかつ、一般知識。っていうのが足切りっていうのがありまして、24点以上で合格なんですけど、今回、私、総得点154点ですね。記述がね、だいぶ配点大きいんで、あとは五択式を、あと4問、3問4問正解して、あとは記述をね、1問正解してれば、なんとか乗った数字。では、あったんですけど、26点ですね。足りず、合格と。結構解いた感覚だと、正直手応えはなかったんですね。まず記述で書けなかったっていう部分がやっぱり大きかったんで、ちょっと厳しいかなと思ってたんですけど、もうちょっとね、点数悪いのかなと思ってたんですね、実は。なんで、記述、もそうですし、五択とかも手応えっていうのはあまりなかったんで、正直100、230ぐらいかなと思ってたんですね。なんで、予想よりはね、いい数字だったかなと思います。あとは一般知識もね、足切りラインではなかったんで、そこに関しては
まあ、プラスに捉えれればいいかなと思います。うん。ということで今回は涙でしたが、まあもちろんね、今年もね、受けようかなと思いますんで、まあ、その時もね、またね、こうやって報告させてもらえればいいかなと思います。ということで、今回は、こんな感じで、ありがとうございました。